はい、さっき言っています。よろしくお願いします。今日はですね、進化する枕営業、地下アイドルの闇という内容になります。メンズ地下アイドルグループの男がファンの女子高生に、みだらでいかがわしい、わいせつな不貞行為をした疑いで逮捕されました。被害に遭った女子高校生は、その容疑者の推し活をしていて、これまでに約300万円もつぎ込んでしまっていたそうです。何にそんなにお金がかかるのかって言いますと、例えば、ツーショット写真を撮って1枚1000円。イルミネーションデートが2時間で15万円。初詣デートが1時間10万円といった具合。当然女子高校生のお小遣いだけでこんな大金を払えるわけがなくですね、借金をしたりとか、まあこの子はこの子でパパ活をしておじさんとご飯に行ったりとか、デートしたりベッドインしたりしてお金を稼いでいたそうです。てか最近こんな図ばっかり作ってるな。と、まあ世の中にはですね、まああのポケモンカードに喜んで何千万円も出す人もいますので、まあ好きなことにお金を使うってことは全然いいと思うんですけど、今回の場合はまあ本人ではなくて親からの相談がほとんどらしくて、当然その親からしたら心配でしょうし、まあひょっとしたら借金を代わりに払わないといけないこともあるってことで、まあ周りに心配なりですね、まあ迷惑をかけてしまっているっていうのが問題になってくるのかなと。で、今このですね、その芸能界の、メインどころではなくて仮想の部分ですね、まあいわゆる地下の層でこういった新手のトラブルが結構増えています。まあ、昔から芸能界にある代表的なものといえば枕営業ですね。その枕営業は本当にあるのかないのかとかよく議論されてて、芸能人コメンテーターがこんな話って未だにあるんですねとかすっとぼけて言ってますけど、当然あります。あるんですけど、あの一般的な枕営業のイメージって、何かその映画監督とかプロデューサーに俺と寝たら今度の映画の役やるぜとか言われて、でベッドインして主役をもらって、それがきっかけで売れっ子女優になりましたみたいな筋書きだと思うんですけど、実際現実にはこんなのは少ないと思います。要は、それで本当に役がもらえれば、あの全然いいじゃないですか。その本人も了承の上でやって役がもらえたら、それはもうただの契約じゃないですか。ちゃんと約束守ってて真面目ですねっていう話で、結局一番多いのは役をあげると言ってやることをやっておきながら、実際は役なんてもらえないっていうことが圧倒的に多いです。ただのやり損ですね。もしくはすでに役はもらえてる状態 でその中でなんか俺と寝ないと役から下ろすぞみたいなパターン。実際は監督とはいえそんな権限はなかなかないんですけど、まあ、そんな雰囲気をちらつかせてやるとか、あとは演技の練習だとか言って家に呼びつけるっていう、まあ、木下放火パターンですね。で、そんなことが頻繁にある割にはそんなに表立って問題になってないじゃないですか。なんでほとんど問題にならないのかっていうと、やっぱりしぶしぶ泣き寝入りしちゃう空気感とかもあるとは思うんですけど、あとこれはまあもちろん全員じゃないんですけど、全員ではないんですけど、当然その男側が一番悪いんですけど、正直ですね、その芸能界の人は女性側もちょっとネジが外れてる人が多いです。正直あの男女問わずですね。これはどれぐらいの外れ具合かって言いますと、あの例えば、実際に私が体験した一例で言いますと、とあるテレビで、まあ活躍している有名な女性タレントさんがですね、とあるその大きな震災の復興イベントをすると、まあ、震災が落ち着いたところで、まあ、元気を与えたいみたいなことなんでしょうかね。その女性タレントが現地に行って、でイベントをやるっていうことで、でその様子を、私の番組で、まあ、自分が密着撮影みたいなことで撮ってたんですけど、でそれでまあ実際その当日避難所になってたその学校の体育館で歌ったりトークしたりして、まあ盛り上がってですね、で避難所の人たちも喜んだりして、でまあそれは一通り終わって、さ番組の、まあ、ロケの最後にその体育館の裏側で私がその女性タレントにまあインタビューをしたんですね。でそのインタビュー あの最初の質問です。あの今日はどんな思いでこのイベントに来たんですかっていう、もうその一番最初の基本的なベッタベタな質問ですね。でそれをまあまずは聞いたんです。そしたら、その女性タレントの返答が、どういうことって返ってきたんです。いや、どういうことかをこっちが聞いてるんですけどっていう話なんですけど、いや、何かその東京からはるばるこうしてやってきた目的といいますかとか、まあ、あのちょっと粘ってみたらですね、まあ、それ5秒ぐらい考えて、わかんないって言ったんですね。いやいやいや、なんかあるだろうって、まあ、思ったところで、ちょうどあの別の場所にいたマネージャーさんがですね、慌てて走ってきまして、ちょっとダメ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 とか言いながら、その子にそのセリフを書いたメモを渡してですね、じゃあその女性はそれを見て、でなんか覚えたみたいで、神妙な顔つきで、今日はみんなに元気をみたいな感じで、あのそれをそのまま読み出すっていう、あのそんぐらいな感じで、あの普通のコミュニケーションすらあの取れない人っていうのがザラにいます。もう芸能界なんて、あのどこかのちょっとネジが外れてる人じゃないと無理
理です。まともな人は才能があったとしても、大体精神的に病んじゃったりとか、体を壊したりして続けられないですね。かといってずっとネジが外れっぱなしの人もやばすぎてテレビに出れないんで、すぐ消えちゃうんですけど、売れる人はネジが外れてるんだけど普通にも見せることができる人です。普通の人を演じることができるっていう、ある意味一番怖いんですけど、でそういう枕営業問題っていうのは、芸能界では大昔からあるわけですけど、それが今新しい形になって、さらに皆さんの身近なところにまで魔の手が広がっております。狙われてるのが、個人レベルで活動してるインスタでモデルやってますとか、 SNS でインフルエンサーですみたいな人です。これ実際に被害が増えていまして、手口としては、インスタ、ツイッター、YouTube とかの DM ですね。 DM で、芸能事務所とか、芸能関係を装ってドラマに出られますとか、急遽女優の誰々が出られなくなってしまい代役を探してますとか、うちの事務所のオーディションを受けてくださいみたいな、DM スカウトが届くと。でこういった話に乗っかっちゃって、あれよあれよと気がついたら夜のオーディションを受けてしまう人が多発しています。最悪別のドラマに出ちゃう可能性もあるかもしれません。まず本来はそのドラマの代役を DM で探すっていうことはないですし、スカウトの場合は最近は確かに DM を使うこともあるみたいなんですけど、ただその場合はもう明らかに活躍してる人に行きます。要はもう何百万フォロワーみたいな、もうすでに超人気のインフルエンサーに来るんで、なんかどこかでなんで私にみたいな、少しでも疑問に感じるレベルの場合は、まず夜のオーディション行きと思って間違いないです。そこでちょっと興味を持っちゃったりとかすると、じゃあまずはテストで撮影をしたいとか、それっぽい理由をつけて個室に誘い込む手口が多いようです。というわけでですね、夜の推し活、夜の演技指導、夜のオーディションにはくれぐれもご注意ください。以上、進化する枕営業地下アイドルの闇という話をさせていただきました。ありがとうございました。